アルベルト・フランシス・バーチ。フランシス・バーチはアメリカ合衆国の地球科学者である。地球内部の構造の研究で知られる。ワシントン DC で生まれ、メリーランド州で育った。1920年にハーバード大学で主に電気工学を学び、2年ほどニューヨークの電話会社で働いた。1926年から2年間フランスの ストラスブール大学の物理学研究所に留学する機会を得て、ピエール・ウェイスのもとで材料の磁気的性質の研究を行った。帰国後、ハーバード大学のパーシー・ブリッジマンの高圧研究室で研究を行い、1932年に博士号を取得した。この間、地質学者レジナルド・エイ・ダリーと知り合い、火星岩の起源や地球内部の構造を解明するために、 地球内部で起きている高温高圧下での岩石の弾性や熱伝導などの物理的性質や科学的性質を実験的に求める研究を行った。1952年にマントルが計算円鉱物が主成分で薄い線位相で区分されるマントル上部とマントル下部で組成が異なることなどを示した研究結果を発表した。 高圧下に置かれた物質の密度を推定する際に用いられるバーチ・マーナガンの状態方程式などで知られる。1964年にアメリカ地質学会の会長を務めた。アメリカ地質学連合は1992年からフランシス・バーチ講師職を設けて地殻構造物理学の分野の研究者を検証している。ありがとうございます。